はい、何回か、うん、ゲームに負けたら、うん、相手の親に1万円仕送り、うんうん、やりましたね。何回かやってますよね。結構やったんちゃう、はいはいはい、3回ぐらいか、うんうん、仕送りの方は、はい、済んでますか、うん、相手の親への、うん、まあ、うん、いずれ払おうとは思ってるから。いや、払う気はもちろん、払う気はあるよ、もちろん負けてね、当たり前やんな。そそうや、払う気はあるよ、当たり前にある。前提って仕送りってのはしなあかんもんやからな、うん、ただやっぱりもうこういうのってやっぱなあなあになっちゃう、よくないよね、よくないよな。俺らからしてもやっと言ってきたかっていう。いや、もう置いてあるよ、うん、全然その分の置いてるというか、その仕送りするその分は家に置いてんの、ちゃんと。それはちゃんと置いとく。じゃあそれは仕送りした方がいいで。いや、だからここには手をつけたらあかんなっていう感覚でおったでしょ。いや、そのいや俺らそんなさ、俺泣けなしの金じゃないのよ。そう、正直別に。あ、じゃあ、うん、だから薄かったわけや。じゃあもう仕送りしなあかんなっていう気持ちは、俺はちゃんとこの分には手をつけてあかんなっていうこの分ってないの、ね、いや俺もあんねん、あんねんけど、これは何があかんって、うん、相手の親への仕送りなんですよ、まあ、そこややこしいよ、ちゃんと。俺はあの正直言うと、俺自分の親への仕送りは毎月10万してるからね。うわ、またこれ好感度上げるんですか。いやいや、え、だからこの分に、この分に袋の分を立て替えてるっていうあの感覚もある。今の仕送りの話いった。今の俺は仕送りしてるんですよみたいな。俺はしてる、え、してるんですか。いや、してないよ俺は。お、してないでしょ。してない、してないからこそや、うん、だからしてないからこそちゃんと置いとかない、うん、そのちゃんと習慣がないねんから。置いてるの意味がわからんもんだ。習慣がないねんから。ほんでなんすか結局。とりあえず額のおさらいだけさせますと、森北さんが袋の親への仕送りは3万円、うん、総額。ああ、ほうほうほう、いや、おお、置いてるよ、3万円。袋が、うん、森田さんの親への仕送りは、うん、8万円。そんな言ってる。8万。いや、待って待って、8万置いてんじゃないの。いや、まあまあええよ、10万置いてたから。あ、まあまあそんなもんか。でも8万ぐらい。ああ、今後の企画でも負けてもいいように10万置いてたってこと。10はそのそっちの親の仕送り分にはあげても大丈夫。ご両親渡したっていうこともあるので、うん、もう、うん、増えるチャンス。いやもう無理やって、それは。いや、これまた10以上になるとまた話変わってくるんだ。なんでな、ま、たなんでな、置いてへんねんから、ね、10以上になるとまたこれはもう話全然違うぞ。なんで10しか、むしろ10しか置いてない。でもだからそういうもんやん、だってそういうことしたんやから俺らは。お前また3の余裕あるやん。何が、その3の余裕出してくなよ。でも俺はもともと親に10しよう、もうええってお前その話、お前あかんぞ。俺してるからな、10仕送り一切使わんといてくれ。腹立つわ。どういうこと。で、実際ですね、うん、まあ、やろうと思ってるのが、うん、今から、うん、お互いの両親2人に電話をつなぎまして、うん、クイズ対決を何問かします、うん、はい、ほう。ブクロの親がスクイズ正解しました、うんうんうん、そしたらブクロは、うん、今8万円、うん、森田の親にね払う、うん、払わなかったな、今だったのが、うん、7万円に、おお、減る、減ります。あ、1万円減る、親が買ったら、うん、自分の親が、うん、はい、さらに親、うん、ブクロの親自身クイズで正解した親も1万円増えます、うん、おお、ってことはそれは、うん、森田さんのポケットから1万円が仕送りされるという、あ、だ3万が4万になるってことや、今。うーん、1万がその行き来するってことだな。ここでのやり取りってこと。あ、まあ純粋に親を応援したらいいねんな、もうこっちからしたら。うん、まあまあまあ、そういうことや、まあまあそうですね、純粋、うん、そうだって息子は減るし、うん、親はお金もらえるし、なんかな、なんやろうな、うん、まあまあいいよいいよいいよ、置いてんやからもう払やええのな。いや、またそれ話しちゃうわ。それはまあいい機会や、うん、クイズなんですけど、うん、やっぱさらばに関するクイズを何問か出そうかなと、うん、例えばどんなクイズ。じゃあ例えば1問目は、うん、初めて出した DVD のタイトル、うん、ああ何はナンバー、そうやな、はい、答えます。いや、ちょ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 、その裏は当たり前やん。あー、これどうなん。いや、そうやな、だからさ、どっちの親が親バカかよ結局。まあそれも入ってくる、ね、袋の親は親バカやと思うねんな、うん、結構、まあ、親バカ。ただ見とるわな、聞いてると、うん、まあ、うちの親も大概やと思うねんな。あ、うん、なんかツイッターとか見て、うん、あの俺が下ネタとかつぶやいたら、うん、たまに怒ってくる時とかあるね。めっちゃ見てるやんじゃん。めっちゃチェックされてるやんけ、うん、パチンコ行ってる可能性もあるもんな。やめろお前、お前の親やめろ。家族でパチンコ行くもんな。もうやめとるはずや。もうやめて、なんでやねん。あ、出たんじゃん。出た。もしもし。あ、もしもし。は
あ、おかん？はいはい。あ、何してた？今玄関入ったとこやって。今帰ってきた。あ、そう、今帰ってきた。あ、タイミング良かった、じゃあ。え？お母さん、もしもし。あ、はい。あ、哲也です。いや、その息子みたいなのね。哲也です。哲也ですよ、ないね。はい。お母さん、あの、仕送りの件ってどうなってるみたいなんて気になってません？いやほらすごいすごい声張り上げた。ちょっとじゃあちょっと待ってもらっていいですか？あ、はい、お母さんちょっと時間あります？あ、大丈夫ですよ。じゃあ、うちの親に電話しますか？はい。はい、トレンバクです。あ、おとん、うん、あれ今日店やってんの？片付けやってんねんか。あ、片付けやってる。ちょっとだけさ、ちょっと10分だけちょっと電話する時間ある？うん、ちょっとクイズを出させていただきます。はい。現在、うちの親父は袋から8万円もらえるようになってます。え？その、それ、わかった。はい、うん、あの、ゲームで、うん、袋、うん、うん、が負けた金額が、うん、たまって8万円ある。そう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 、今からその8万円が増える可能性あります。おう、うん、だからやっぱ堺の団地はやっぱたくましいよね。うん、挑戦しますか？え、お父さん挑戦しますか？挑戦する。じゃあ行きましょうか。これはもうすごい親子共演ですからね。今森田の親父とも電話かかって繋がってるんですよ。あ、はい。うん、お父さん。はい。はい。あ、はい、すいません、あの、うちのおかんです。あ、どうも。あ、こんばんは、ご無沙汰してます。あ、これご無沙汰してます。変な感じやろ。やっぱ聞こえてんねや、やっぱり。あの、お二人、はい、今からあのクイズを出しまして、はい、早押し問題ですけども。はい、早押し、はい。先に正解した方が、はい、今までの仕送り額が1万円ずつ上がります。はいはいはい、はい、はい、ということで分かった時点で息子の名前を叫んでください。はい、哲也って言うんですか？いやいや、あんたの息子吉高やろ。さっき哲也言うたからややこしいね。すいません、うん、うん、はい、自分の息子の名前叫んでください。あ、はい、はい、じゃあ行きますか。じゃあ行くか。はい、さらば青春の光が初めて出した DVD のタイトルは何ですか？お答えください、どうぞ。哲也。うわぁ、来た。哲也来た。おさらば青春の光、何はナンバー。うわぁ、せや。早い、正解。うわ、やられた。早っ。早っ。なんでお父さん分かったの今。すごい。たまたまね、うん、その DVD お店の店に置いてんの。あ、店に置いてんの。あー、これ店にいたね。カンニングですか？カンニング怒ってるぞ。カンニング。いや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 てことは、はい、袋がうちの親にする仕送りが、9になりました。9万円になります。で、僕本当は袋のお母さんに3万円の仕送りだったんですけども、それが、2万円になりました。これめっちゃそれは何はナンバー答えへんから。そうなのって言ってる。さらば青春の光のマネージャーのフルネームをお答えください、どうぞ。はい、吉高。おかん。山根ひよしさん。あー、違う違う。はいはいはい、音。山根広正。正解。間違えたから。広正だな。お母さん。ああ。久しぶりだ。悩ましい声やな。そっちのね。まあまあ、ヒロは分かってないけどとかな。うわ、これやばいぞ。袋が、うちの親に払う額が、現在10万円になりました。やばいやばい。で、そして僕がお母さんに払う額が1万円になりました。聞きたくない。なんて聞きたくない。お父さん、もう10万円ですわ。はいはい、うん、ありがとうございます。10万円。もうやめてもいいです
ますよ。いや、そのなんかここでドロップアウトみたいな、いやそんなルールないよ別に。東袋が芸名を変えたきっかけとなった番組をやっている先輩芸人のお名前をお答えください。吉高。お、早い。フジモ。おー、正解。ってことは、袋がうちの親父に払う金が9万円になりまして、俺がお母さんに払う金が2万円になりました。ああ、まだ2万。貪欲やわ。何万目指してんねん。はっきり物言いすぎやわ。M1 グランプリ2016年のさらば青春の光の順位は何位でしょう？哲也。おい、早い。最下位。何言ってんの？これキングオブコントやもんだな。違います。違います。4位。これはどうしますか？はい、ちゃんと上げてください。はい、4位。もうぐっちゃぐちゃや、ぐっちゃぐちゃ。ああ、もう親父や、親父や。なんですか、お母さん。ああ、分かれへんけど6位。間違えんのかい。はい、お父さん正解や。はい、また、袋が払う金が10万円で、僕がお母さんに払う金が1万円になりました。うわ。じゃあ最終問題にしましょうか。はいはい、最終問題。はい、はい、最終問題なんですけど、ちょっとボーナス。何ボーナスって。今から、あるテーマに関することをいろいろ2人で言い合ってもらうんですけど、言えた言葉の数分1万円もらえます。あ、正解の数だけ。結構動くかもしれんのね。で、最終的に負けた方はそれはもらえなくなります。あー、たまったけど、答えるだけどってことか。っていうこと？なるほど。その代わりそれってさ、無限に続く問題ってあかんってことでしょ？そうですね。切りはあるってこと？切りはあります。あー、はいはいはい。じゃあ、袋のお母さんからしましょうか。はいはいはい。袋のお母さん先行で。はいはい。じゃあ、問題出しますね。ラスト。はい。たらば青春の光が、はい、キングオブコントで披露したネタをお答えください。はい、一回ずつお答えください。まず袋のお母さん、決勝のキングオブコントですね。はい、まず袋のお母さんからお答えください。あれ？居酒屋。ああ、居酒屋ね。はいはい、居酒屋、ね。これは正解でしょ。はいはい。これで今1万円ゲットしたってこと？はい、うそや。ちょろいなこれ最後。一つ言えば1万円増えます。ドッグ。おー、見てるね。はい、じゃあ次、おかん。ロックね、ロック。いやいやいや、お母さん、お母さん、聞こえてましたよね。あ、ちょっとぼーっとしてました。いやいやいや、ぼーっとせんといてくれ。ぼーっとせんといてくれよ。絶対嘘やん、なんなん。てかさ、いや、確かに調べてる可能性あるよな。いや、まあ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 、なんか、え、公園、あ、オッケーオッケー。いたとんのね、公園。お前のおかんやばい。いやいや、これちゃんと今絞り出してるよ。はい。おやおやさ。はい。あ、ぼったくりバー。ああ、そうか、その前オッケーもんね。うわ、やばいやん。めっちゃ増えてるやん、これ。お母さん。お母さん、でも今何万増えたの？ 3 万までは戻した？今2万、2万増えてる。合計3万よね。床見てたやつ。いやいや、それは違うわ、お母さん。どんなネタか、どんなネタかはそれは言わんと。あ、絵の、絵描きの。ああ、まあいいでしょう。はい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 。芸術家ね。芸術家のネタね。はいはい、おやさ。はい、私。あれ、オカリナやったんじゃん。おお、すごいな。そうだ、してきた。あ、さあ、もうそろそろあれじゃない。もうお前の、もうお前のか、もうお前、いけるか、もう満身創痍やから今。ちょっとお父さん待ってくださいね。呼びかけてるやん。10秒以内ですよね。10、9、8、7、6。はいはい。ああ、危ないとこやな。まあまあ、パワースポットね。うん、もうだい見た目で覚えてるからな。じゃあ音持ってるんか、まだ。うん、余裕あるな。こ
こいつこそ調べてる可能性あるよ。だって何やったかな最さあ、いや別にな、もうあの歴代ですから。いきますよ。10歴代98いやいやいや歴代、うん、7、まあ、急にシドロモトロやな。6 5 4、うん、神のやつ。神あ、え、火事のやつは何を救出する。え、火事はやっておりません。何やってないの。ということでおかんの勝利。おかんはエクストラステージに行くんじゃないの。うん、おかんこれまだある。もったくりばーなーねに、うん、うん、うん、あと何分。はい、あの、足下ネタ嫌いねって。おぉすごい。おぉおぉおぉ、下ネタ嫌いなおっさんね。来てんな、おい。あと1個出るならどうかやな。出るかどうか、あと1個。1個、うん、あかんわ。はい、終了。まあ、でもえ、何もあった。5たす1で、全部で6万になりました。6万ですか。はい。なんでやねん。なんでやねん。お前ゼロなりかけてたやないか。でも、おやすさんがおとんがだ、負けてるから10のまんまやってことね。あ、ここは変わらねえな。桁が違うね。桁が違うけどやっぱさ、お前のおかやっぱギャンブル好きやもん。ギャンブル好きやつやもん。この後すぐ振り込みますんで。あ、本当に。はい、うん、すいません。ええよな、答えるだけ答えるだけ、金が増えるからな。最高やん。好きにせえへんけど、はい。口々に、はい、切りますね。はい、おかんバリコ寝るやん。ええやないか、1万がさ、6万になってさ。そこはな。あ、何が。いやあ、ほんまや、10置いてたんやからよかった。10や、10は置いてたから。いやいやいや、置いてたんやろ、でも。丸々なくなるやん。